カンツベをご覧の皆様、こんにちは。前回のカンツベでは市ヶ谷ヘリポートへの着陸シーンをお届けしました。今回は横須賀地方総監部ヘリポートへの着陸シーンを引き続き大久保さん総とお届けします。それではタイトルコール行ってみましょう。まずは市ヶ谷ヘリポートを離陸します。横須賀方面に向けて出発です。あっという間に東京を抜けるとスタジアムが見えますね。新横浜上空までやってきました。ここで左旋回です。そして神奈川新町上空を通過します。あれは横浜ベイブリッジですね。上空から見るベイブリッジなんてなかなか珍しいのではないでしょうか。横須賀地方総監部に到着しました。左の建物が総監部の庁舎です。そして護衛艦出雲が停泊していますね。着陸に備えて消防車も待機してくれています。無事着陸しました。それにしても出雲は本当に大きいですね。訓練もいよいよ終わりに近づいています。コパイロットから離陸の合図が送られます。無事に離陸し下総航空基地に向かいます。終盤ともなると大久保山荘も随分余裕が出てきたみたいですね。そして帰りのルートで通ったのは渋谷駅上空。ここもなかなか真上から見ることはないですよね。そしていよいよ下総航空基地が見えてまいりました。左旋回で下総航空基地の滑走路にアプローチします。無事着陸しました。着陸後は地上滑走で駐機場に移動します。誘導員の指示に従って駐機位置に停止しエンジンカットです。はい、皆さん今日はここまでご覧いただきありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。